東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはイーグルスの先発西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。3球目は何で来るか。内へ持ってきましたが外れました。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば先制、イーグルス先制。バッターは DH 渡辺。イーグルス初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。これが3球目。3球目打ちました。バッターボックス丸、ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、インコース詰まりました。バッターボックスグラシアル、ワンアウトになっています。引っ張った、レフトへ打球伸びる。5番バッター外、ホークスこの回先制となるホームランが出ています。走ってきませんね。落ちる球を持ってきました。当然のマークにはできませんよね。次の投球でランナーが走ってくるか、バッテリーも警戒します。いい球でしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。フルカウントです。さあこれで決まるのか。インコースファウル、まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうです。あっと外れた、フォアボールを与えます。ホークスがダイソーを送ります。金子がファーストランナーに。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。さあ2球目は何か、落としてきましたがこれは外れます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。インコース詰まりました。ここでホークス守備を変えてきました。さあこれからホークスが守備につきます。バッターは亀井。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました。バッターボックスには指名打者の柳田。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上大野、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。さあ3球目は何か、低めの際どいところですが外れています。インサイド落ちました。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは3番坂本。ツーアウトランナーありません。
初球は何で来るか。初球空振りです。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。バッターは4番丸。ヒットでランナーを一塁に置いています。吉田が入っています。さあ一打出れば逆転という場面です。まあ序盤のうちに一気にひっくり返してしまいたいところですね。なるほど、そうですね。ここでホークス守備を変えてきました。初球いきなりインコース、強気な攻めをしてきます。有利なカウントになりました。まあ、次のバッターも怖いですからね。まあ、勝負は避けないでしょうね。さあ勝負してくるのか。インサイド打った。高め打った。初球打ち、高く上がった、センターが下がっていく、下がっていく。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。追加点を挙げています。バッターは7番に入っている中村。イーグルスホームランで追加点を挙げています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。